アメリカのヴィンテージショーに来た感じです。H バーシーとかみたいな、ここのこの刺繍フォーティースのレイオンサってこんな焼けんの、やばくない？ヴィンテージしか。どうも、AJ です。ボスボス、今日は新潟、燕三条にあるフルーツイズドクロージングに来てます。おー、はい、ご夫婦でやられてるんですけど、ゆうやくんともえちゃんの2人でやってまして、以前サンデーマーケットでお会いした2人なんですけど、僕と年齢が近くてですね、すごくいい夫婦です、本当に。で、僕すごくどうしてもフルーツ行きたいなと思ってて、今日はフルーツに来させてもらいました。で、フルーツさんめちゃめちゃヴィンテージあるんで、アメリカ買い付け行ってきて、帰ってきたばっかりなんで、早速アメリカのほやほやの商品を見させていただきたいなと思います。はい、そんな感じ。じゃあ藤井さん、はい、今日のコーディネートお願いします。はい、今日はもう新潟寒いんで、ダービーのベストに、中にセカンド着て505のブラックを履いてます。こんな感じ。なんでチェック確認したんですか。俺チャックよく開いてるんで。東京結構あったかいんですけど、新潟やっぱ寒いっすね。もう少しで雪降るって言ってましたよね。言ってたね、はい、今日は降ってないんですけど。そんな感じでアメリカ買い付け後なんで、店内ほやほやです。なんでそんな感じで、じゃあ行ってみましょう。クルースさん、店内に入ってきました。ゆうやくんともえちゃんです。お願いします。サンデーマーケットでお会いしてから、日々フルーツさんをチェックしてて、ずっと行きたいなと思ってて、フォロワーさんとかが結構行ったよって言ってくれるんですけど、僕はやっと来れた感じです。やっと来ていただきました。新潟にようこそ。いえいえ、ありがとうございます。アメリカ行ってきたばっかりということで、はい、出来たてほやほやというか。そうですね、買い付けたばっかりの商品もたくさんあると思うんで、はい、早速ですが、いろいろ見させていただきます。じゃあ入り口から見ていきましょうか。はい、入り口さ、フェードセットとかがめちゃくちゃ入ってるの、やばくない？入り口から暑いっすね。暑いでしょ。暑いっす。半袖スウェットとかさ、普通に半袖セット今めちゃくちゃいいんだけど、このフェードしてるやつがね、結構入ってます。これも買ってきたばっかりですか？そうですね、今回買ってきたんですね。マジで、半袖スウェット今結構人気じゃないですか、はい、結構探してる人も多くて、新品の商品の作ってる僕とかも半袖スウェット次作ろうとか思ったりしてるんですけど、なかなかサンプル探してもないんですよ。だから普通のスウェット買うより結構探すの大変だったんじゃないかなと思うぐらい、この半袖スウェット結構可愛いの入ってる。しかもサイズ大きくないですか？サイズ大きい。大きいっすよね、うん、結構サイズ大きめですよね。そうですね、サイズはなるべく、まあ、幅55以上ぐらいのものを。すげー、55以上はね、なかなかないね。普通にさ、90s の以降のセットアップいっぱいあるんだけど、60年代とかってなかなかないからね。これとかめちゃくちゃでかくない？めっちゃでかいっす。あとここね、うん、これ、FJ チャンネル視聴者皆さん大好きなモニフェードが。しかもこれさ、ピルグリムの XL だよね。やばいだね、これダブルフェイス。これダブルフェイスです。これかっこいいわ。かっこいいですね。絶対自分で着たいよね。めちゃめちゃ着たいですね。以外とかやばいでしょ、これ。うわ、え、これ何年代だ、これ初めて見た。50年代古いね。張り抜きのリブ、うん、張り抜きリブのカーディガンみたいな。そうそう、でかいしさ、これやばくない？このフェードやばいよ。これめっちゃある。あと、イエール。あ、本当だ。いいっすね。ここら辺がめちゃくちゃある。なんかもう60年代とかのセット、60とか50とか、マジヴィンテージセットが結構ある。一個ずつ喋っていくと多分全部ネタバレになっちゃうから、あ、もうフルーツさん全部見たからってなっちゃって、ある程度ピックして話していきます。OK です、はい。で、こっちなんですけど、シャツが。これとかめちゃくちゃかっこない？うん、かっこいいっす。オープンカラーのシャツ俺めっちゃ好きじゃん、ウールの。この柄とかなかなか俺着たことないかな。これマクレガーですか？これマクレガー。これは50年代くらいのマクレガー。そうです。かっこいい。かっこいい。これめちゃくちゃいいでしょ。今回アメリカで結構買ってきたんですね。そうですね、まだ届いてないものもあるんですけど、まあ、第1位は届いてます。じゃあこれからどんどん入ってくる。そうですね、やばいね、だんだん奥まで行ってくる。しばちゃん、ここのゾーンやばいよ。色味がね、そこに早く行きたいなと思ってましたね。はい、いや、みんなこれじゃん。いや、オンブレのレイオンでしょ。あ、やばいね、タウンクラフトのさ、これフォーティースのシャツでしょ、これ。ウエスタンのレイオン
最近 FJ さん的にそのカラー結構旬じゃないですか。旬だ ね同じフォーティスのコーデュロイシャツを着てるじゃん。うん、もうこのバーガニはめちゃくちゃエロい。うん、そう、毎回エロいって。エロい、いや、エロいでしょ、これめちゃくちゃかっこいいよ。個人的主観ですね。個人的主観。いいやつのことを結構エロいって言ったりします。そうです、褒め言葉です、もちろん褒め言葉です。なんでここにこれがあるの、びっくりした。こっちにも、これあっちじゃない。いや、もうびっくりした。でかいよね、ヘインズの裏サーマルのシップバッカ。これいいっすね。全部サイズもめっちゃいい。全部ヴィンテージだよ、ここね。これもかっこいいね。これもサイズ大きいね。あ、こんなに縦にシュー入ってたっけ。ここもあるんだけど、ちょっとこっち気になる。こっち見て、こっち見ますか、はい、ね、ちょっと待って。うわ、やばい。それゴーストバスターズ2って言ってたっけ。あ、2って言ってました、ね、2ですね。あの、ゴーストがピースした。え、ゴーストがピースした。あ、ほんとだ、はい、2のやつ。これ89年。そうですね。グラフィックもさ、いいしさ、これめちゃくちゃかっこいいと思う。かっこいいっす。初めて見たかもしれない、俺ゴーストバスターズのこの T シャツ。 T シャツも結構フェードしたやつとか結構いい柄のものがたくさんある。え、俺全然知らないんだけど、このグラフィック。何これ？これ何ですか、これ？これはね、僕もなんかよくわかんないけど、調べたんです。ラリー・リバース。はい。俳優とかもされてる。ええー。なんかチャップリンっぽいような感じの。そうなんかチャップリンみたいだな、可愛いなと思って、買ってから調べました。あ、そうなんですね。でもこれ被らないね、人と。ジャケ買いしたくなる T シャツですね。そうそうそう。うん、これもそうだね。ジャケ買いですね。これも、いいな。ジャケ買いしたくなる。この顔秀逸っすね。結構さ、バンティーとかってさ、もう有名なやつ有名じゃん。でも、アートティーみたいなやつってさ、全然見たことないやついっぱいあるよね。あるっす、あるっす。そうそう。そっちの方が何の T シャツみたいな感じで被んないからめちゃくちゃいい。そうっすね。で、買った後にそうやって調べるのも結構楽しいっすよね。あ、そうそうそう、うん。これとかさ、ブラックレスって何か知ってる？わかんないっす。これウォッカなんだけど。ウォッカなんだ、お酒か。お酒、ブラックレスウォッカっていうやつなんだけど、これ何がいいって、ブラックレスウォッカの T シャツなんだけど、ウォッカの T シャツなんだけど、はい、ギタリストのスラッシュが着てんの、はい。昔の写真とかで、ブラックレスのこのデザインとか他のデザインも着てるの。あ、着てるってことですか？飲んでるんじゃなくてね。着てるんです。着てるんですね。そう。だからガンズ好きな人はぜひって感じ。なるほど。これ見て。92年、ブラックレスウォッカ×スラッシュアンダーライセンス。これスラッシュって書いてある。へぇ、何これ。スラッシュとコラボしてるってこと。そういうことなんですかね、わかんない。でもさ、確かにこのハットとかスラッシュっぽいの使われるとか。え、なんか後で調べてみよう、はい、今ブラックレスでちょっとすごい尺使っちゃったんだけどめちゃくちゃいい T シャツ、すみません、ちょっと気になっちゃったんです、はい、すみません。じゃあちょっと奥行ってみましょう。奥行きましょう。やばくない、うん、やばいっす。でマジでヴィンテージしかないっす。うん、ヴィンテージしかない、本当に。でどっから見るか迷っちゃいます、ね、そうそうそう。で全部ヴィンテージだからこう全部取れちゃう、はい、だって普通にさ、このラックってこうやって見たらさ、キャバのジャケットとか買ったでしょ。かっこよくない？かっこいいっす、かっこいいっす。俺着たことないんだよね。え、マジっすか、うん、意外っすね。似合うかな、どっちがいいんだろう、こっちかな。じゃあ着てみ、着てみます。チェックのやつはリバースです。マジ？マジ？で、サイズはでかいです。もっともちっちゃめ、少し小さいですけど、まあ、でも着れますよ。マジ？じゃあちょっとリバーシブル着てみます。うん、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいね、これ。いや、これ着心地がいいでもこれも不良でしょ。ロカビリーとかさ、フィフティーズのファッションの感じで着るのはすごいロカビリーな感じ、かっこいいと、うん、やってみていいですか、リバーシブル、うん、ちゃんと作りがさ、うん、リバーシブルにした時にさ、襟とね、思いました。そうそう、それがね、フィフティーズの商品になってるんだね。ああ、なるほどね、2回分楽しめるやつだ。うん、似合うこれ。だから似合うす、似合うす。かっこいいね。だ、買った時点で半額ってことですよ、2着分なんで。そうだね、うん、ドーナツゼロカロリーと一緒だよ、それ。これマジかっこいいわ。これ2つ普通にあるんだよ、ここに2つそれも結構スペシャルです。それもリバーシブルで。まあそうだよね、これはね。そのリバーシブルの裏が結構スペシャルです。あ、そうなの、はい。でもあそこにもめっちゃあるよ、うん、全部これって何年代ぐらいのやつですか。こっちは40年です。あっちは、こっちは50年か、うん、ちょっと50年。これが古いっす。古くてちょっとディティールが本当にレアです。え、見てもいいですか。はい。え、俺スカジャンも着ない。あ、確かにね、うん、めっちゃ似合いそうです。うん、どうですか、うん、これサイズがまずでかいですね。サイズがでかい。あとそのジップがめっちゃでかくないですか。でかいね、ジップがでかい。無地じゃん、しかも。やばいっすね、うん、マジやばいっすね。マジやばい、うん、マジやばい。ちょっとすみません、急に若い言葉ですけど。かっこいい、かっこいい、かっこいい。綿が入ってないのにめちゃめちゃ着やすい。着やすいね。てか刺繍すごくない？
フロントの刺繍も右と左で違うのいいっすね。ね、生地取り、うん、生地これなんですか、和紙じゃないですか。和紙右も鳥じゃなくて、これ多分竜だと思う。あ、じゃあ竜って言った、竜って言いました。うん、竜と和紙って言った。あ、すいません。あ、竜と生地だ。違うけど生地じゃない。さっきさ、あの新潟に生地がいるっていう話をしてたから、俺生地がどんな鳥か知らなくて、調べてるとこをしばちゃんにバレるって。すげえ怖い顔して調べてました。ダーシブルが無地でボタンなんですよ、ね、あ、本当だ。でポケットがそういう D 型のポケットをしてる。本当だよ、これ見て、はい、本当っすね、本当は D ポケみたいになってる。これは珍しいね、着てる人じゃないとわからないよね。多分このスカジャンとか知ってたり持ってる人は多分やばいって多分もっとなるんだろうね。もうすごい、初めて見ましたみたいな感じだけど、きっとそうだよね。新鮮だね、 FJ チャンネルで初めて来たよ。確かに今日初めて着るものが多い、ユーズさんでは。今のところなんか40、50、60までがバンバン出てきて、うん、T シャツでなんか落ち着いたもんね。80s だった。ちょっとやっと帰ってきた感じ。やっと帰ってきた。で、ここね、パタゴニアゾーンで、ここはね、この間あの行ってきた時に買ってきたみたいなんだけど、結構いいパタが揃ってて、これパタの話結構最近してるんだけど、レトロカーデン、レトロ X か、これこのレトロ X のこのグリスとか、俺グリセードが好きでめちゃくちゃ着てたんだけど、はいはい、グリセードってまあ中にナイロンがついてるリバーシブルのやつなんだけど、ナイロンって風通さないからめちゃくちゃ暑いよ、室内で着てると。でこのレトレックスはナイロンとかついてないからめちゃくちゃ着やすくて、うん、これを着て上にゴアテックスとか羽織ると冬すごく快適。そういうことか。しかも L だし、アメリカ製だし。じゃパタゴニアの中でこのカラーが一番やっぱり王道なんじゃないでしょうかって感じですね。これはめちゃくちゃいいよ、やっぱり、うん。これにゴアテックス着たら真冬、多分新潟は大丈夫かわからないですけど、寒い新潟じゃん。いや、新潟も全然パタゴニアあれば大丈夫です。機能性のパタですね、そしてかっこいい。であと俺はよくスウェットのフーディー着てパタゴニアを着るんだけど、うんうんうん、それでもすごく、これめちゃくちゃいいね、めちゃくちゃいいねって紹介するつもりで来てたんだけど、あ、まあやっぱいいよなと。なっちゃうんですね。なるね。なるね。まあ名作っすよね。名作だね、これは。で、さっきあのパタゴニアの年代を最近聞かれるんですけど、簡単に見分ける方法があって、内タグあるじゃない。内タグがあるんだけど、S97 スプリング、うん、97年の春に出したものがこれですよっていうことが分かるようになってます、うん、で、他にも例えば 99A とか A とか、うん、99年の秋とかっていうのが分かるようになって、うんうん、だから一番パタゴニアって多分年代見るのは分かりやすいかもしれないです、うんうんうん、これ結構あの聞かれることもあるんですけど、こう見るとすぐ分かりますよ、うん、フリースは特に分かりやすいですね。これラファイ、これ着ていいですか。これ結構柄物がすごい前好きで集めてて、それこそミネ母とかがすごい好きだったんですけど、これミネ母よりもかっこいいかもしれない。これイーグルみたいな。そうですね、ちょっとまあイーグルとか言われてますよね。イーグルって言うんだこれ、これやばいね。これあったかいしさ、子供と遊ぶ時とかいつもパタゴニア着てんだけど、汚してもう大丈夫。大丈夫ですか。ポリエステルだからさ、あの綿の服ってマジなんかこぼされたりしたら染みちゃうじゃん。ポリはさ吸水しないから、あのジュースこぼされても色ついたり吸水しない、落ちる。うん、畑もだから、ポリエステルの服はこういうのスナップティーとかを着て、パタゴニアを着て子供と遊んだりする、うん、なんかそれ着てるパパなんか優しそうっすよ。優しそう、うん、優しそう、優しそう。いやマジか、それかっこいいわ。でもそのハンティングめっちゃいいっすよ。これめちゃくちゃいいね、はい、それフリース、それ20年代ぐらい。やば、一応そのタグに年代がついてるんですけど、26年、はい、1926年ハンティングジャケット。これって年代全然違うんだけど、こういうフリースの上になんかワークジャケットとか、あと普通に俺コートとか着たりする。そしたら別にこれだけで超あったかいし、今スタイリング合ってるのか分かんない、ちょっと見て、俺の体型が似合ってるか分かんないけど、普通に中にフリースとか着て、こういう上にコットン系のジャケットとか着ても全然いい。なんか甘い服の上に渋いの着るとやっぱまとまりますね。そう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 、うん、アウトドア系のアイテム、あの発色いいじゃん、柄とか、はい、そういうものはインナーとして使ってコートとかを着るっていうスタイリングも全然ありだと思います、うん、今これが俺が合ってたかは別として、うん、でもかっこいい、これめちゃくちゃかっこいいね。戻りますか、コーナー。先進みますか。ちょっといい。ちょっと気になるものがやっぱりあったね。ちょっとこれ着ていい、これ着ていいですか、うん、これすげえ気になってた、さっきからやっぱりこのサイズさ、今まで見た中ででかいんだよね。ないよね、ヒンズのその古い50年代ぐらいのですね。そう、すげえ一番人気当たりなんだよね、インテージのヒンズで。
あ、いいね。これはいいね。ジップパーカーやばいわ。しかも身幅しっかりあるのに丈の感じちょうどいいっすね。それくらい丈も長いもん。後ろだけめちゃくちゃ縮んでるの、フルスエットって。でもこれ全然後ろも丈全然ある。これオレンジ赤ね、なんすかね、もともと赤がこれ退色したんですかね。いや、これはいいよ。どうしても着たかった、これ。なんかどうしても着たいものがあるって違うやつ言うと思いました、僕は。どっち？ウエスタンシャツ？ベトジャン？これだと思った。ベトジャンとレイヨンだと思いました。こっち？オンブレ。いや、これもね、全部やばいよね。ベトジャン着てた。いや、僕それ欲しいです、マジで。本気で欲しいです。欲しい？本気で欲しいです。ベトジャンね。あ、でかいね、これもね、うん、あ、これはやばいわ。これ一番似合ったんじゃない今日。合ってるっすね、スタイル。ポケット貫通っす。インナーが取られてるんで、インナーが取られてる分も軽いっすね。なるほど。え、でも良くない？いいっすね、めっちゃ。寒くなってきたからさ、ここら辺のさ、キルトとかさ、綿っぽいものがさ、着たいになってきたんだけど、ベトジャンはいいね。あとさ、ベトジャンってさ、ここまで刺繍あったっけ？ないし、ここもないです。ないよね。ちょっとその、なんかライオンが虎なのかなんですけど、ちょっと可愛いですね。ねえ、てか、ここまで刺繍入ってておしゃれじゃない？ちょっとウエスタンジャケットみたいじゃん。うん、それにも入ってるのいいですね。リーチバーシーとかみたいだね、ここのこの刺繍とか。あ、確かに。いや、これかっこいいね。なんか新鮮だね。普段さ、同じような格好しかしないじゃない。もうというか、だから30越した瞬間にもう自分が好きなのってこれみたいな固まってるから、ペンドルトンとか西っぽいやつ買うしかやってないから、全然違うの着るとまた新鮮、うん、最近鴨柄着てるの見てないです、ほとんど。そうでしょ、うん、昔着てた時ってこれに普通にビッグイとか合わせたんだけど、うん、なんかバンズにブラックデニムにこれとかでもなんか大人っぽいよね。ああ、そうですね、確かに。うわ、ダメだこれ、着ない方がいいよ。本気で着させてください、それマジで。いや、そうしよう。俺一番それも欲しいっすね。今着て、着てみて。着れるっすね。めっちゃいい。中めっちゃいい。撮ってる。うん。いい。しばちゃん身長いくつだっけ？179ぐらいです。179でしょ？180か。180の人が着てもこのサイズってめちゃくちゃ良くない？めっちゃいいっす。めっちゃいい。これ欲しい。僕 FJ チャンネル出るの初めてなんですけど。あ、そうだ。はじめまして。ごめん。お願いします。ごめん。履いてるのはそれビッグイだっけ？まあ、ビッグイです。はい、505のビッグイにそういう感じで来てもやっぱかっこいいよね。かっこいいです。これ欲しい。似合うね。楽しいですよね。楽しいです。めっちゃ楽しいです。そうだよ、だからフルーツさんだからしばちゃんを出したっていうね。みんなでこのファミリー感があるからさ。私に近いですし。そうそうそう。俺もう、あれだからね、 T シャツです。いつでも着れるようにってことですね。あの、フルーツさんなんですけど、ほぼっていうかヴィンテージしかないんで、着たいものばっかりなんで、半袖で今からちょっとやらせていただこうと思います。改めまして、FJ です。よろしくお願いします。じゃあちょっといろいろ奥も見させていただきます。ここはミリタリー系のトラウザーとか、あのベーカーとかがたくさんある。スタンレーのパンツもある。ダブルニーのスタンレー、うん、なんか珍しいスタンレーですね。これ80ぐらいですかね、でも、うん、いいね、スタンレーと。しばちゃん517って履く？履くっす。履く？517ってレングスどれくらいで履いてるの？32とか。32とかっす。あ、いいよね、180あったらこれ普通に履けるでしょ。いや、でも結構頑張るっす、触れて。あ、はい、最近さ、もうメンズもフレアなんだよ、新品の方でも。ああ、トレンド的にですか。そうそうそう、はいはい、で、今古着でさ、517流行ってて、まあ、俺らも517を履いたり、うん、サンダルカットとか俺言ってたんだけど、はいはいはい、結構ヴィンテージでさ、517のビッグイとか、うん、66とか、今ここにあるんだけど、大きいサイズのやつを履きたくても、なかなか最近、大きいサイズ持ってなくて、うんうん、今結構デカめの517あると思って見せてた。どれくらいサイズでした今？34とか36。ああ、いや、俺がやったらここだからね。これなかなか履ける人いないですね。これ結構ですね。色はバッチリなんですけど。いや、でも色もいいし、生地もだって66だから別に普通にカットオフしちゃって履いても、うん、結局少し遅くなってちょっとフレアするぐらいで、サンダルとかで合わせるとめちゃくちゃかっこいい。変に裾上げするよりカットオフの方がまだいいっすよね。517はね、これフレアはカットオフにする。ストレートカットオフにしてるけど。当たりがなんかないのがまた出てくるのがちょっと僕抵抗あって、うんうん、でカットオフの方がなんかすぐ出るじゃないですか、雰囲気。フレアはカットオフしてすぐぐらいっていうよりはちょっとアンクルぐらい履いた方がかっこいい。あ、俺はね、これさ、先染めのさ、これとかさ、もうほぼ履いてないじゃん、うん、これやばいよね。やばい、すいません。しかも3430だよ。あの、俺
後染め派って言ってんじゃん、はい、先染めでもここまで濃いシャツだったら全然こっから履きたい、うん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 、結構いいサイズの先染めだけがここに入ってる。え、後染めはないの？逆に後染めは入れてないですね。入れてないんだ。はい、基本的には先染めだけ買ってるような感じ。いや、色全部すごいっすね。とこっちもナインティースかな。そうですね。ただまあ505なんかはすごくいい色をしてますね。やばいじゃんこれ。これやばくないですか？これやばいっすね。ヴィンテージっぽいですよね、うんうん、雰囲気すごいっすね。66じゃなくてビッグイーみたいな感じじゃないかね、うん、そうっすね。後ろも結構どうですか、ね、このサイズいいですよ。33300。いや、これいいわ。めちゃくちゃいいわ。最近その90s 推しだからさ、こういう色だよね、うん、とにかく。で、この後ろのコーナーですと、うん、これやばいコーナーなんですよ。ここに早く来たかった。ここね、これ WRL だよ、うん、色味がもうね、うん、そうっすよね。この売り場 WRL だから、マジロスの WRL のお店行くと新品とヴィンテージが並んでるんだけど、ほんとこの見え方っぽいよね、ほんとに。そうですね、言われてみればそういう感じです。そうそうそう、意図せずにこうなったんですか？意図せずにこういう感じ。すごいっすね。だから何から触れたらいいのかわからないんだけど、とにかく僕がさっきから気になってるのはこれです、うん、そうですよね。はい、来てもいいですか？もちろんです。これローレンなんで、レディース合わせなんだけど、僕ら日本人の体にはニットとかあるじゃない、よくネイティブニットとか、はい、ローレンがいい。あ、ローレンがいいってか、俺はね、ちっちゃいから。で、ずっとそのカーディガンとか欲しくて、いろいろ見てるんですけど、このブランケットかな、これブランケットで作ってるっぽいよね。あ、そう、そうですね。そう言われてますね。もうブランケットのやつさ、根性ボタンでさ。で、これやばくない？ローレンだと、S だとちょうどいいですよね。これはやばいです。めちゃめちゃかっこいいですね。いや、メシ、やばいぞ、これは。いつも最近出てる相方がめちゃくちゃ WRL 好きで。ああ、そうなんですか。これはやばい、ね、なんか絵になるものばっかりなんだけど、ずっとさっきから着てるだけで何も視聴者さんにお届けできてないですか？大丈夫ですか？いや、でもいいものが新潟の燕三条に眠ってるってことが大いに伝わってくれてると思います。そうだよね、はい、いや、まあこれだけじゃないからさ、ちょっと見よう。はい、これ俺が迷ってる場合じゃないのに。 WRL ってやっぱそのヴィンテージをさ、量産型にして、まあ復刻してリプロして作ってるんだけど、うん、本当にこうダメージとかフェードとかさせるのすごく上手で、俺らもそこのサンプルを買ってこう真似したりするんだけど、でそれでなんか WRL ってこういうミリタリーのトラウザーとかにこういう風にして本当に売ってるの。でこれオリジナルの M43 だからね、これすごくない？でこれってさ、一点物じゃん。これをさ、商品にすればさ、いっぱい買えるじゃない、うん、それが WRL、ね、これはさ、数ある M43 の中でも唯一無二な感じだよね。だからさっきから言ってるけど、そのフェードのスウェットも今やばいですよって話をしてて、でペンキもいいじゃん、うん、でもとにかく汚くてヴィンテージらしい味があるものが今さらにこうヴィンテージというか、アメリカの古着好きもそうだし、ディーラーもそうだし、まあ、日本の古着好きもハマってきてる感じだから、一概にこう状態が悪いんで安いですとかっていうのが今後なくなってくるんじゃないかな。ボロでダメージがある方が価値がついてくる、まあ、時代になってきたっていうのが今だと思うんですけど、うん、なんかそういう方が魅力的じゃん、古着として、うんうんうん、これもさ、この寝るシャツがこんなに焼けた感じとかすごいよね。 MJ、 それ背中打たれてませんか？打たれてる。多分これ、いや、これはでもあれだね、細くない？弾丸ってこんな細いのかな。タグもこれ何、これ何年代のやつなの？初めて見た。40年代ですね。フォーティーズのシャツだって。いや、これにこれとか着たらさ、ダブルアレルでしょ。おー、かっこいい。あー、かっこいい。かっこいい。ロスのディーラーとかこういう格好してる人多いよね。そうですね。日本の人はあんまこういう格好してる人いないかもしれないけど、これもさ、ハンティングのパンツでしょ、タックドン、ね、これ30年代ぐらいの。これ当時の人がこれ紐も一緒につけてたってこと？このディーラーが結構この紐を持ってるんですよね。ディーラーのセンスかもしれないですね。なるほどなるほど。同じディーラーさんってことだ。そうですね、その2本は一緒ですね。それもいいですよ。じゃあいいですか、いいやつしかないよ。いえ、まあ、対戦のゲージボタンです。ほんとだ、それも良さそうですね。レングスもさ、ウエストもめちゃくちゃいいよ。どうやってか伝わんのかな、このフェード感とか。一応ポケットこっちだと思ってるんですよ。ね、いいよね、対戦のものってこういうところはいいよね、ディティールかね。本当に一点物って感じの商品、めちゃくちゃ多い。これもさ、アーミーの血のだけどさ、これ撃たれてるでしょ。完全に撃たれてますね。ここは痛そうだな。でもこの雰囲気がマジ
性格っぽいよね、うん、これはディーラーのショールーム行った時にマネキンに飾ってあったやつを脱がして買ってきました、入った瞬間にこれが見えて、うん、すぐにそれを脱がして買ってマジでいやすごいよアメリカってすごいね、うん、雰囲気あるものすごい多いでちょっと話が逸れちゃったんですけどこれねこの柄やばいよねそれターコイズですかあボタンターコイズついてるねこのチョボタンのしかもコットンリネンシルクっていうね最強の素材を使ってます着させていただこうとネイティブガウンめちゃくちゃ探してるなハンドニット探してる中でいろんな柄見てきたんだけどこの柄はあちょっとサイズちっちゃいかもだけどこの柄はめちゃくちゃかっこいいいい柄やっぱりちょっとちっちゃいですねちっちゃいね女性サイズ女の子が着たらいいけど多分細身の男性だったらいけるでしょ柄やばくいいねかっこいいねそう正面が見るとめちゃめちゃかっこいいですいやでも女の子とかこれ着てさ大一だなみたいなさわあ最高フェイカーとか入ったらめちゃくちゃ可愛いと思うオーバーオールねそう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 ああそうだねこれはぜひ古着好きな女性の方来ていただきたいですね、うん、これはいい柄だったな奥さんね確かにヴィンテージ確かに多分ねハマらせたい男性の方がプレゼントねこれやばいっしょ藤井さんなんかラルフローレンですかねこれ何ですかこれあの見せてもらったんですけどディーラーさん羽織ってたよねそうですそうですこれラルフこれもローレンですローレンです、はい、あディーラーさんが羽織ってたやつをそうですそのまま買ってきましたあそのスタイリングはインスタに上げてたよねインスタに上げてますがめちゃくちゃかっこよかったこれはあのこのトルソーが着てるよりもそれを見たら多分欲しくなると思う、うん、女性いないですからね僕らのチャンネル見てる方いなくはないんですけど、限りなくゼロです。限りないです。はい、あの、いる方にしてるんです。って言った瞬間、まあ私、やめようって感じで離れていくかもしれない。お願いします。離れないでください。はい、女性の方がぜひっていう感じです。ここのコーナーはね、本当に熱かったですね、うん。すごいね。アメリカにこんなにあセンスがいいね。詰めてるものが。で、こっち。これやばいからね、これすごいっすよ、うん、これなんかアメリカのヴィンテージショーに来た感じですあのラックの使い方と商品がまずここを全体的に見てほしいんですけど全部フェードこれやばくないだから俺もう語彙力ゼロ40s のレイヨンサってこんな焼けんのすごいっすよねここフルーツのシャンブレーだしこの雰囲気がやばいからフルーツってみんなねカットソーのイメージがあるけどシャツに昔は作ってたので、うん、いやーこれはかっこいいよでもこれがすごい、はい、3枚揃ってるこれってサイズどれくらいですか大きいですか15ハーフぐらいあじゃあ普通に俺着れるサイズだ、ね、これが16ぐらいまでそうですうんうんうんこんな焼けるこれ焼けてんだよね多分そうですね焼けですね稀有な焼け方してますねで襟の内側が面白いです襟の内側裏内きれいにこう襟上げしてるんうんうんうん残っちゃってるとですねそうそうそうここだけどうやってやってんだろう3個体ともそうですねこれはすごいね何年 焼かれたんだろうねこのシャツ自体50年代ぐらいですね多分70年間焼かれてたのかこれサイズ着たかっこいいかっこいいねシャンブレーシャツにラックデニムいいねこれすごいねいやそれは見ないな見ないでしょこんなの、うん、あこれはまあ焼かれてるのもそうなんですけど普通にシャツとしてのサイズ感とかバランスがとてもいいこのサイズ感シャンブレーシャツはめちゃくちゃいいよこれ3枚あるってすごいですね本当に実際6枚ぐらいあったんですよ6枚ぐらいセットで使ったんですけど上の3つぐらいはもう着れる状態じゃなかったですあそうなのもう穴だらけで多分こすったら破けるみたいな感じだったんでかろうじてその下の方にあったやつが着れるじゃあ限界ギリギリまで焼かれたんですね限界ギリギリまででしょ、うん、これすごいねシャンブレーシャツこんなになるんだなちょっと待ってこれも見てこれこれこれすごくないふぅすごいこの焼き方すごいよね本当に今本当に俺がいつも言ってるフェードペンキそこが全部入り口のスウェットからここまである感じすごいと思うなんかあの好きなものしか置いてなかったですねちょっと一周するのに時間かかったねはい、こんなに長い一周はなかったです、ね、まだまだ触れたいのに触れれない商品があるんだけど一個ずつ触れたらもう多分帰れなくなるんだよ私もただそれぐらいヴィンテージというか魅力的なセレクトがかなりあるびっくりしたもんね
FJ さん、最近、はい、視聴者さんからスタイリングを見たいですっていう声が結構多いんですけど、はい、フルーツさんでできる今っぽいスタイリングみたいなちょっとできたら見たいななんて思うんですけど、はい、今っぽいっていうか今っぽい今の気分でフルーツさんらしい今の気分を俺はちょっと着てみたい。本当ですか、うん、自分のいつもと違う感じがいいってことだね。そう、 そうです。わかりました。ちょっと作ってみます。さっきから目線はいっちゃってるんだけどはい、できました。このピレグリムのダブルフェイスのスウェットやばくない？かっこいい。このフェードにこのペンキのベイカー、なんか今まで俺絶対フェードしてるやつとかすごいカジュアルなものには綺麗な感じで合わせてください、汚いのには上綺麗にしてください、まあ、それが一番大人っぽいっていう話をしてたんですけど、最近の気分はどっちも汚いで合わせてもいいかなって思ってきました。思ってきましたっていうか今の気分、結構アメリカのディーラーさんとかも結構こういう格好してる人多いですよね。めっちゃ上手です。これにこれ、これもなんかアメリカのディーラーを意識したスタイルみたいな感じよね。特に若いディーラーがこんな感じで、あ、そうですね、ヴィンテージにヴィンテージ、フェードにフェードみたいな、うん、この感じです、うん、こういう感じやりたいなと思ってもなかなか今最近できなかったんですけど、フルーツさんだったら全部できるんで、さすがアメリカって感じだよね、うん、だそれこそ、あれまた行くんですか、アメリカには。そうです、また一応12月を見てます。じゃあ今入ってるものをまあ皆さん見たら来ていただいて、12月にまた行ったら春にはまた新しいものが入ってるかもしれない。しかもなんか第1便は届いたけどまだ届いてないものがあるみたいな、さっき。そうだね、おっしゃってましたね。だからまだまだあると思います。いや俺もちょっと随時チェックします。お願いします。まあこんな感じです。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと脱いでいきます。はいはい、はい、今日はですねめちゃくちゃヴィンテージだらけだったんですけど、ずっと興奮して多分ずっと来てただけなんですけど、大丈夫でしたね。いやもう超楽しかったです。いやありがとうございます。ありがとうございます。で、フルーツさんはヴィンテージメインにやってます。で、もう1店舗ユダ君がやってるのがジュース、ジュースユーズドクレユーズドクロージングストアがお店の目の前にあるんですよ。なんでそっちではレギュラーをね、はい、売ってるということなんで、ヴィンテージはフルーツ、レギュラーはジュースって感じで皆さんこれから見ていただけたらなと思います。で、概要欄の方にインスタグラムも貼っときますので、ぜひチェックしていただけると僕は嬉しいです。そんな感じでまた次もイベントとかで入ると楽しみにしてるんで、はい、よろしくお願いします。その時は、はい、お願いします。あとあれだ、僕の YouTube もうすぐで1万人なんですよ。なんか僕登録お願いしますって言ってないよね今まで。言ったことないです。言ったことないよね、はい、でこの回に初めて言わせてもらったんですけどチャンネル登録をぜひ皆さんいいねと思ったらしていただけたら嬉しいです。コメントとかもどんどんお待ちしてますんで、よろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。今日ありがとうございました。本当に楽しかったです。ありがとうございました。